祭りの晩、宮沢賢治。山の神の秋の祭りの晩でした。領事は新しい水色のしごきを締めて、それに15銭もらってお旅屋に出かけました。空気銃という見せ物が大繁盛でした。それは髪を長くしてダブダブのズボンを履いたあばたな男が小屋の幕の前に立って、さあみんな入れ入れと追い張りで怒鳴っているのでした。領事が思わず看板の近くまで行きましたら、いきなりその男が、おいあんこ早く入れ、銭は戻りでいいからと領事に叫びました。領事は思わずつつっと木戸口を入ってしまいました。すると小屋の中には高木の康介だのだいぶ知っている人たちが、みんなおかしいような真面目なような顔をして真ん中の台の上を見ているのでした。台の上に空気銃が粘りついていたのです。それは大きな平べったいふらふらした白いもので、どこが頭だか口だかわからず、工場医がこっち側から棒で突っつくとそこは引っ込んで向こうが膨れ、向こうを突つくとこっちが膨れ、真ん中を突つくと周りが一体膨れました。領事はみっともないので急いで外へ出ようとしましたが、土間のくぼみに下駄が入って危なく倒れそうになり、隣の頑丈そうな大きな男にひどくぶつかりました。びっくりして見上げましたら、それは古い城島の人絵に変な美濃のようなものを着た顔の骨張って赤い男で、向こうも驚いたように領事を見下ろしていました。その目はまん丸ですすけたような金色でした。領事が不思議がってしげしげ見ていましたら、にわかにその男が目をパチパチとして、それから急いで向こうを向いて木戸口の方に出ました。領事もついていきました。その男は木戸口で固く握っていた大きな右手を開いて10銭の銀貨を出しました。領事も同じような銀貨を木戸番に渡して外へ出ましたら、いとこの達次に会いました。その男の広い方はみんなの中に見えなくなってしまいました。達次はその見せ物の看板を指さしながら声を潜めて言いました。お前はこの見せ物に入ったのかい？こいつはね、空気銃だなんて言ってるが、実はね、牛の胃袋に空気を詰めたものだそうだよ。こんなものに入るなんてお前はバカだな。領事がぼんやりそのおかしな形の空気銃の看板を見ているうちに、達次がまた言いました。おいらはまだおみこしさんを拝んでいないんだ、明日また会うで。そして片足でぴょんぴょん跳ねて人混みの中に入ってしまいました。領事も急いでそこを離れました。その辺いっぱいに並んだ屋台の青いリンゴやブドウがアセチレンの明かりでキラキラ光っていました。領事はアセチレンの火は青くてきれいだけれども、どうも台車のような悪い匂いがあるなどと思いながらそこを通り抜けました。向こうの神楽殿にはぼんやり5つばかりの提灯がついて、これからお神楽が始まるところらしく、手びら金だけ静かになっておりました。正一もあの神楽に出ると領事は思いながら、しばらくぼんやりそこに立っていました。そしたら向こうのヒノキの影の暗い掛け茶屋の方で何か大きな声がして、みんながそっちへ走っていきました。領事も急いで駆けていってみんなの横から覗き込みました。するとさっきの大きな男が髪をもじゃもじゃしてしきりに村の若い者にいじめられているのでした。
額から汗を流して何べんも頭を下げていました。何か言おうとするのでしたが、どうもひどくどもってしまって言葉が出ない様子でした。テカテカ髪を分けた村の若者がみんなが見ているので、いよいよ勢いよく怒鳴っていました。貴様みたいなよそから来た者にバカにされてたまっか。早く銭を払え。銭を。ないのかこの野郎。ないならなあして物食った。こら。男はひどく慌ててどもりながらやっと言いました。たきぎ百羽持ってきてやるから。かけ茶屋の主人は耳が少し悪いと見えて、それをよく聞き取りかねて、かえって大声で言いました。なんだと、たった二串だと、当たり前さ。団子の二串はそこらくれてやってもいいのだが、俺はどうも貴様の物言いが気に食わないのでな。いや、なんつうつらだ、こらきさん。男は汗を拭きながら、やっとまた言いました。たきぎを後で百羽持ってきてやっから、許してくれろ。すると若者が怒ってしまいました。嘘をつけ、この野郎。どこの国に団子二串にたきぎ百羽払うやつがあっか。全体貴さん、どこのやつだ。そいつはとても言われない。許してくれろ。男は金色の目をパチパチさせて汗をふきふき言いました。一緒に涙も拭いたようでした。ぶん殴れぶん殴れ、誰かが叫びました。領事はすっかりわかりました。はは、あんまり腹が空いて、それにさっき空気銃で10銭払ったので、あともう銭のないのも忘れて団子を食ってしまったのだな。泣いている。悪い人でない。かえって正直な人なんだ。よし、僕が助けてやろう。領事はこっそりがま口からただ一枚残った白銅を出して、それを固く握って知らないふりをしてみんなを押し分けて、その男のそばまで行きました。男は首を垂れ、手をきちんと膝まで下げて、一生懸命口の中で何かもにゃもにゃ言っていました。領事はしゃがんで、その男の草履を履いた大きな足の上に黙って白銅を置きました。すると男はびっくりした様子でじっと領事の顔を見下ろしていましたが、やがていきなりかがんで、それを取るや否や主人の前の台にパチッと置いて大きな声で叫びました。そら、銭を出すぞ。これで許してくれろ。たきぎを百羽後で返すぞ。栗をはっと後で返すぞ。夕が早いか、いきなり若者やみんなを突きのけて風のように外へ逃げ出してしまいました。山男だ、山男だ。みんなは叫んでガヤガヤ後を追おうとしましたが、もうどこへ行ったか影も形も見えませんでした。風がゴーゴーと吹き出し、真っ黒なヒノキが揺れ、掛け茶屋のすだれは飛び、あちこちの明かりは消えました。神楽の笛がその時始まりましたけれども、領事はもうそっちへは行かないで、一人田んぼの中のほの白い道を急いで家の方へ帰りました。早くおじいさんに山男の話を聞かせたかったのです。ぼんやりしたすばるの星がもうよほど高く昇っていました。家に帰って馬屋の前から入っていきますと、おじいさんはたった一人、いろりに火を焚いて枝豆を茹でていましたので、領事は急いでその向こう側に座って、さっきのことをみんな話しました。
おじいさんは初めは黙って領事の顔を見ながら聞いていましたが、おしまいとうとう笑い出してしまいました。はっはっは、そいつは山男だ。山男というものはごく正直なもんだ。俺も霧の深い時、たびたび山で会ったことがある。しかし山男が祭りを見に来たことは今度は初めてだろう。はっはっは、いやー、今までも来ていても見つからなかったのかな。おじいさん、山男は山で何をしているのだろう。そうさ、木の枝で狐罠をこさえたりしてるそうだ。こういう太い木を一本ずっと曲げて、それをもう一本の枝でやっと押さえておいて、その先へ魚などぶら下げて、キツネだの熊だの取りに来ると、枝に当たってバチンと跳ね返って殺すように仕掛けたりしているそうだ。その時、表の方でドシンガラガラという大きな音がして、家は地震の時のように揺れました。領事は思わずおじいさんにすがりつきました。おじいさんも少し顔色を変えて、急いでランプを持って外に出ました。領事もついていきました。ランプは風のためにすぐに消えてしまいました。その代わり、東の黒い山から大きな18日の月が静かに昇ってきたのです。見ると家の前の広場には太い薪が山のように投げ出されてありました。太い根や枝までついたボリボリに折られた太い薪でした。おじいさんはしばらく呆れたようにそれを眺めていましたが、にわかに手をたたいて笑いました。はっはっは、山男が薪をお前に持ってきてくれたのだ。俺はまたさっきの団子屋にやるということだろうと思っていた。山男もずいぶん賢いもんだな。領事は薪をよく見ようとして一足そっちへ進みましたが、たちまち何かに滑って転びました。見るとそこら一面キラ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 する栗の実でした。領事は起き上がって叫びました。おじいさん、山男は栗も持ってきたよ。おじいさんもびっくりして言いました。栗まで持ってきたのか。こんなにもらうわけにはいかない。今度何か山へ持って行って置いてこよう。一番着物がよかろうな。領事はなんだか山男がかわいそうで泣きたいような変な気持ちになりました。おじいさん、山男はあんまり正直でかわいそうだ。僕、何かいいものをやりたいな。うん、今度ヤグを一枚持って行ってやろう。山男はヤグを綿入れの代わりに着るかもしれない。それから団子も持って行こう。領事は叫びました。着物と団子だけじゃつまらない。もっともっといいものをやりたいな。山男が嬉しがって泣いてぐるぐる跳ね回って、それから体が手に飛んでしまうくらいいいものをやりたいな。おじいさんは消えたランプを取り上げて、うん、そういういいものあればな。さあ、うち入って豆を食べろ。そのうちにお父さんも隣から帰るから。と言いながら家の中に入りました。領事は黙って青い斜めなお月様を眺めました。風が山の方でゴーッとなっております。